皆さんこんにちは、乃木田教授の YouTube チャンネルにようこそ。名前乃木田和弘と申します。オーストラリアに移住して、1998年かに、オーストラリアに移住しまして、今年で21年目になります。今、オーストラリアのクイーンズランド州の、ブリスベンという町にある、クイーンズランド大学で、教授をしています。何の教授をしているかといいますと、スクールオブメカニカル&マイニングエンジニアリング、日本語だと、機械鉱山、工学部ですね。それの日本スペリアセンターフォーマニファクチャーオブエレクトリックマテリアルズという、日本スペリア電子材料製造研究センターのセンター長もしています。で、なんでこの YouTube チャンネルを立ち上げたかと言いますと、ずっとちょっと日本語がだんだん不自由になってきてますので、なんとか日本語の能力を保とうということで、そのモチベーションになるためにこの YouTube チャンネルを立ち上げたっていうのが一つと、であと究極の目的は、私のセンターに、来ていただけて一緒に研究していただける仲間を、日本から日本人の、先生とか学生さんとかあんまりいないので、一緒に働いてもらえたり、博士課程の研究を私の指導の下で やりたいなという人とか、ポスドクの方で、来てもらいたいな、もしくは日本の大学の先生とか、企業の研究者の方で一緒に共同研究をしたいなという時に、どこのどういう人なのかっていうのは多分わからないと思いますので、それを、今これで敬語で話してますけれども、もともと出身が福岡なので、博多弁になっちゃうかもしれませんが、それを発信していこうというふうに思っています。でそれと今は授業はネットでやってる、ネットで授業をオンラインでやってるんですけども、大学の授業ですね。でそれは、今公開できないんですけれども、後々は授業を公開して、うちの学生にも公開して、でそれで、本当の授業の時間帯には質問を受けるというような形にどんどん変えていきたいなと思っているので、その時に YouTube を使えればいいのかなというふうに思っているので、その練習も兼ねて、この、動画のシリーズを出していこうかなというふうに思っています。ということで、じゃあどういう話をすればいいのかなと思って、まず私自身の今までの軌跡みたいなものを、興味があるかどうか分かりませんけれども、話していくっていうのが一つで、二つ目は論文、今までに大体200本ぐらいの論文を書いてきてますけれども、どうやって書けばいいのかなという、ノウハウ的なものも、若い研究者の方とか、もしくは高校生とかでこれから将来研究者になりたいなっていう人に、ちょっと生々しい話ですけれども、そういう話をしていくのと、あと私個人の論文の、解説、一つずつの論文を、200本もありますから、200ビデオができると思いますけれども、それぞれの論文の裏話といいますか、思い出もありますし、日本語で、こういう論文なんですよというのを見てくれる人いるかどうか分かりませんが、やってみようと思います。でそれとあと研究する方には3つありまして、1つは研究のアイデアを出すということと、それを申請書を書かないといけないんですね。で大体研究資金っていうのはただで降ってきませんので、研究資金を得るための日本で言えば科研費みたいになるんですかね、とか企業との研究をする時のどういうふうな申請書を書けばいいのかっていうようなノウハウみたいなものをもちょっとだけお話ししようかなと思います。あと一般的な、海外での大学での生活っていうのはどういうものなのかっていうのを、職員のといいますか、
働いてる方の立場から、ちょっとやってみようかなっていうのも思ってます。で、あとは、企業、研究だけではなくて、もちろん授業もやってますので、その授業の、まあ、よもやま話といいますか、まあ、必ずしも授業がうまい人が研究がうまい、研究がすごいっていうか、まあ、研究がダメな人も、授業がすごく教えるのがうまい人もいますし、その2つがどういうふうになっているのかっていうの話も含めて、話していこうかなというふうに思っています。で、どのぐらい続けられるかっていうのも分かりませんが、まあいろいろと、海外からの情報発信ということでお聞きしてみていただければ幸いだと思っています。で、質問とかがありましたら、この下に多分出てる質問していただければ、まあ、直接お返しすることはできないかもしれませんけれども、次の YouTube のビデオで取り上げたりすることも考えてみたいというふうに思っています。非常にこうニッチな、どこの想定の視聴者を決めないといけないんですけれども、一応、まあ、大学生の方で、大学生の方で理系の大学生だけなくても文系でもいいんですけれども、まあ、海外の大学っていうのはどういうふうになってるんだろうなっていうふうに知りたい人とかですね、あと将来的に研究者になりたいんでドクターコースに行こうかなどうかなって迷ってるような人、特に工学部系の人であるとか、またポスドクになりたての方とかで、もしくは、まあ、同業他社であります大学の先生がよその大学の場ではどういうふうに教えてるのかなとか、どういうふうに研究してるのかとか知りたいとかですね、もしくは企業の方で、まあ、国内の大学、日本国内の大学と共同研究されている方もいるかもしれませんけれども、まあ、海外とはちょっと敷居が高いなとか、そういうふうなことを感じているときに、どういうふうに海外の、大学で企業と共同研究しているのかっていうのは、ちょっと雰囲気を知りたいである方とか、そういう方がを想定してこうしようと思ってるんですけれども、まあどんな方でももちろん見ていただいて結構ですし、チャンネル登録をしていただけるとすごく嬉しく励みになると思います。どうもよろしくお願いいたします。